かわいい動物、猫の探偵団、おやつが消えた。舞台は静かな住宅街。猫のミケが仲間の猫たちを集めている。ミケ、大声でみんな、大変だ、私のおやつが消えたのよ。トラ、驚きながら、これは大ニュースだね。どんなおやつだったの？ミケ、涙目でクリームたっぷりのカリカリよ。それがないと私は生きていけないわ。タマ、自信満々によし。みんな、私たちで探偵団を結成しよう。消えたおやつを取り戻すんだ。猫たちが一斉に拍手をする。探偵団の結成。ミケの家のリビングで猫たちが集まっている。タマ、ホワイトボードの前でまずは作戦を立てよう。消えたおやつの最後の目撃情報は？昨日の夜にミケの家の前で何か動く影を見たよ。ミケ、興奮して、それだ、それが犯人かもしれない。タマ、メモを取りながら影の正体を突き止めるためにそれぞれの視点から調査を始めよう。調査開始。猫たちがそれぞれの役割を決める。ミケ、私はおやつの匂いを嗅ぎ分ける専門家になる。トラ、私は夜のパトロール隊、影を捕まえるぞ。タマ、私は聴覚担当、怪しい音を聞き逃さない。猫たちがそれぞれの役割に向かって出発する。夜のパトロール。トラが暗い通りを歩いている。突然何かが動く。トラ、心の中でこれは影だ、ちょっと待って。トラ、影を追いかける。トラ、叫ぶ、おい待て、おやつを返せ。影は逃げるが、トラは執拗に追いかける。ネズミの正体。トラが追いつくと、影はネズミのチュウに変わる。チュウ、笑いながら、はあ、私がやったさ、おやつは最高だね。トラ、驚きながら、お前が犯人だったのか。でも、どうしてそんなことをしたんだ？チュウ、肩をすくめて、だって猫たちのおやつは美味しいからさ。みんなが食べてるのを見てたら我慢できなくなったんだ。交渉。トラ、宙に向かって立ち上がる。トラ、真剣に、じゃあ私たちにおやつを返してくれたら君も一緒に楽しむことにしよう。宙、考え込む、それはいいアイデアだね。でもどうやって？トラ、笑顔でおやつを分け合おう。それならみんなが幸せになれるよ。ミケはおやつの匂いで、トラは夜のパトロールで、
ママは聴覚で幽霊を探し出そうとしますが、なかなか手がかりをつかむことができません。やがて猫たちは幽霊の正体を突き止めるため、家の歴史や隠された秘密を探ることにします。その猫探偵団と幽霊の謎の結末、猫たちは家の中の秘密を解き明かすため、昔の住人や周辺の住民に話を聞き始めます。そこで初めて他の家々でも同じような幽霊の気配が感じられることが判明しました。そしてその秘密は古い伝説や伝統の信仰に基づくものであることが明らかになります。猫探偵団は幽霊の存在自体は実際にはないが、家や地域の歴史や伝承が人々の間に不思議な存在として語り継がれていることを理解します。幽霊の気配はただの風の動きや空気の流れだったのです。見て、トラ、タマは新たな洞察を得て、家の中での幽霊の気配に対する子は猫探偵団の新たな冒険が始まりました。幽霊の気配にまみれた事件を解決することができた。見て、トラ、タマは次なる謎に挑む覚悟を決めます。猫探偵団と失われた宝物、新たな事件に直面した猫探偵団。今回の謎は町のお寺から盗まれた貴重な宝物の行方不明だった。見て、トラ、タマは迅速に行動し、犯人を追跡する。手がかりを追い、証拠を集め、犯人のアジトにたどり着いた猫たちは壮大な調査と緊迫した戦いを繰り広げる。猫探偵団と失われた宝物の結末、猫探偵団は手がかりを追い、犯人のアジトにたどり着きました。そこでは宝物を盗んだのは悪名高い盗賊団だと分かりました。ミケ、トラ、タマは団結し、盗賊団との激しい戦いに挑みます。激しい戦いの末、猫探偵団は宝物を奪還し、盗賊団を捕まえることに成功します。町の人々は感謝の気持ちを示し、猫探偵団は英雄として称賛されます。失われた宝物が戻り、町の平和が取り戻されたのです。見て、ほら、タマは新たな冒険に備えて力強く手を組んで次なる事件に備えます。猫探偵団と時空の謎、さらなる謎に直面した猫探偵団、町に突如現れた時間の歪みが周囲の出来事に混乱を招いている。見て、トラ、タマは力を合わせて時空の謎を解明するための冒険に挑む。果たして時間の歪みの正体とは何なのか。猫たちは大胆にも時空を超え、新たな驚きと発見を求めて旅立つのであった。いかがでしたか。可愛い動物たちとのひととき、彼らの愛らしい仕草や無邪気な姿に心が癒される瞬間がたくさんありましたね。その笑顔や仕草は私たちの日常に小さな幸せをもたらしてくれます。これからも彼らの存在が私たちの生活を豊かにしてくれることを願っています。ご覧いただきありがとうございます。もしこの動画が楽しんでいただけたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。新しい動画をいち早くお届けしますので、お見逃しなく。あなたの応援が励みになります。これからも一緒に楽しんでいきましょう。